常用警察署は、京都府警察が管轄する警察署の一つである。新名新高速道路建設工事に伴い、常用市、富野久保田より、約100メートル北側の新庁舎へ、令和2年8月移転した。2020年3月、京都府常用市のコンビニエンスストアで、重症急性呼吸器症候群に感染しているように、よそい営業を妨害したとして、 60代男性を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。男性は逮捕時から SARS とは言っていないと主張。店内の防犯カメラに記録された音声では SARS という単語が聞き取れず、京都地検が5月14日に不起訴処分とした。取り調べの際に男性は担当刑事に SARS と言ったやろと何度も迫られたという。旧庁舎の土地は高速道路に使用されるためで、 平成29年度に基本設計、実施設計、30年度より新庁舎建設工事を実施。国の公共保障基準に基づく現物保障案件として、西日本高速道路が工事を実施。 h t t p w w w p r e f k o o j p f u k e i s i t ュ p o l i c e m a p 常用スラッシュの記載によるボクサーズ聞き間違えられ、逮捕、時勢が悪かった産経ニュース2020年6月17日。ありがとうございます。